宝島は、ロバート・ルイス・スティーブンソン著の子供向け海洋、冒険小説。1883年に、それまで子供向け雑誌、ヤングフォークス史上にて、1881年から1882年に、かけて連載されていたものを一冊にまとめたものが、出版された。現代は、ザシー・クック、オア・トレジャー・アイランドであったが、後に、 トレジャーアイランドと解大されて広く親しまれるようになる。そもそもはスティーブンソンが妻の連れ子であったロイド少年のために書いたもの。伝統的には教養小説として捉えられているが登場する人物やアクション要素の多彩さから冒険小説として知られている。特に海賊ジョン・シルバーの不道徳な挙動は児童文学としては珍しい。ジョン・シルバーとジム・ホーキンズ物語は ある海辺の寂れた宿屋にビリー・ボーンズという顔に刀傷があり大きな箱を抱えた謎の大男が現れるところから始まる。宿屋の息子のジム・ホーキンズ少年が本作の主人公であり語り手である。ビリー・ボーンズは片足の男にひどく怯えており、ホーキンズ少年に片足の男に気をつけろ。四ペンス銀貨やるから片足の男が現れたら、 すぐ俺に知らせろと言いつける。やがて、ビリー・ボーンズの周囲に彼を追跡してきたらしい、怪しげな人物が出没するようになる。ボーンズは、次第に、ラム酒びたりになり、ある晩、一枚の紙切れを見せられたところショックにより、死んでしまった。ホーキンズ少年は、地元豪子のトレローニと、リブシー医師と共に、ボーンズの箱を調べ、 正面から彼がかつてフリント船長という海賊の船の一味であったこと、海賊団は集めた財宝を大西洋のある孤島に隠したことを知り、そしてその島の位置を記した地図を見つける。トレローニとディブシーはブリストルで船を仕立て、財宝を探しに行くことになった。航海には、素人のトレローニは、鳩場で居酒屋を開いていたジョン・シルバーという片足の男の助けを借りて、 乗り組員を集め、シルバー本人もコックとして船に乗り込んだ。やがて、ホーキンズ少年をはじめ一行が乗り込んだ船は、ブリストルを出港する。一行は航海の末に宝島にたどり着くが、シルバーは、実は、フリント海賊団の元一味で、自分が乗り込ませた海賊仲間と共に島で反乱を起こす。幸運にもホーキンズが、事前に反乱の相談を耳にし、 船長のスモレットに通報していたおかげで、船長以下、トレロニや、リブシーイシュは辛くも脱出し、島で海賊一味との戦いが始まる。海賊たちの間にもうちはもめがあり、また、昔この島に置き去りにされた元海賊の弁願の助けを借りて、一行は海賊たちを撃退し、財宝を手に入れることに成功する。生き残ったジョン・シルバーは降伏し、 ホーキンズたち一行と共に島を離れるが、イギリスでの処罰を恐れ、人に寄港したカリブのある島で銀貨数袋をくすねて脱走し姿を消す。イギリスに帰り着いた一行は財宝を分配し、それぞれの道を歩むことになった。最も頻繁に劇やテレビドラマ、映画、アニメなどの題材になっている物語の一つである。イギリスの放送局。 BBC だけでも少なくとも3度テレビ化している。最近ではディズニーが2002年にアメリカでトレジャープラネットとして宇宙に舞台を変えて公開されている。またスターズが前日短としてテレビドラマシリーズブラックセールズを制作した。日本では中沢刑事が漫画化している。本が有名になったために宝島という言葉が一般に広まり、 ゲームや遊園地の乗り物などに使われるようになっている。1965年1月3日にフジテレビで放映、えー。単発のテレビスペーシャルアニメの第1号と位置づけられる。手塚治虫の同盟コミックとは無関係。1978年10月8日から1979年4月1日に日本テレビで日曜日18時30分1 9 0 0にて 放送された。スタッフ、編集キャスト、編集金券、正彦、海賊と、保健、書斎の窓2011年9月 P56 から60なお、手塚治虫の漫画作品、新宝島は、当作とは関係ない。ありがとうございます。